崩しを入れて、あとは自由に技を入れて、いいと思う。今度は多少ね、さばきから技を入れてもらう。もうこれでいくわけです。もう手の使い方によっては、これはもうこれだけ塩投げだった方でしょ。これでそっとね、そのままね、このまんまこうやるのもいいかもしれないけど、こうしちゃえばこの手はだからいろいろ使えるね。こうなってたら今度ちょっと返す、ペトンってやる、いろいろ使ってみてください。この手はもう360度動くわけだからね。上げるだけじゃなくてひねりもある、返しもある、手のひらに乗せてもどれだけ自由に使えるかね。これ緩んでるとこの返しができないけど、しっかり持たれたらもう、自由にこの腕が使えるように。じゃあ、腕をちょっと自由に使って、崩しを入れて、あとは自由に技を入れる。いいと思う。
崩しを入れて、あとは自由に技を入れていいと思います。